10月23日滋賀県函館山スキー場で開催されたライクアウィンドミーティング3rd。 当日は天気予報も吹き飛ばす絶好のツーリング日和となり、会場にはおよそ4500人のライダーが集まった。帰ってきました、この番組久しぶりの登場となった土建屋義行、番組レギュラーともちん、多聞めぐみに加え、スペシャルゲストにライドル古澤めぐみ、クラブハーレーでおなじみの荒木めぐみを加え、会場は熱気ムンムン。恒例のサンガリアウェルカムドリンクもあっという間に配布終了。とにかくびっくりするほど盛り上がった。今週はバイク業界3人めぐみが集まっためぐミーティングと、クーバイクカスタムコンテストベスト3を発表いたします。ということで、各バイク誌で活躍中のめぐみがライクアウィンドで夢の共演。今回はそれぞれのめぐみがどんな人か覚えてくださいね。だってさ、今日さっきも3人であるけど、めぐみさんって俺が3人ともさっくり返っちゃって、どのめぐみみたいな、何めぐみたいな。そうそうそう、ちなみにともちゃんは何つぶれてるの？私は あんまりね、私をめぐみって思ってる人がいなくて、あそのそうそうそう、もうたもんちゃんって感じだよね。そうだから、あのめぐみじゃなくてたもんちゃんって呼んでもらってます。え、なんて呼ばれてます？私な、私あらめぐかな。あらめぐ、めぐみ？めぐみのグーグーもどっちでもいいんですよね。一番難しいこと言ったよ、このネタ。どうしようね。じゃあめぐみでいいんじゃないですか？いいね。めぐみって言うと私がドキッとしちゃうから、だからそう。グーグー。グーちゃんね。はい。決まりましたよ、皆さん。覚えてくれましたか？ややこしい名前の呼び方も無事に決まり、お次は会場にいるめぐみさんを探してみることに。思ってます。会場内にいらっしゃるめぐみさん、手を挙げてください。めぐみさん、ま、ゼロ。あ、いらっしゃった、いらっしゃった。こっちにも、あれ、こっちにも、こっちにも。あ、はい、いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。何乗られてます？普段はあの KTM のオフロードのレースとか出てるので、あの 150XC ってあのオフロードモデルです。今日はあの125デュークに乗ってきました。おお。じゃあこちらのめぐみさんは？そう、ZR-X の400です。これぜひつけてください。バイク乗りのめぐみさんにはイベント限定のめぐみーティング缶バッジをプレゼント。これをきっかけに全国にめぐみの輪が広がるかな。そしてフリートークはバイクに乗り始めたきっかけの話へ。なんでバイクに乗りたかったとかっていうのは？バイクはあの家族が乗ってたんで、じゃあちっちゃい時から結構バイクには身近で、あのその特別なものじゃなかったんですよ。へー。そうで、あの免許取れる年齢になったらもうすぐ取るぞって決めてて。すごー、取れましたね。かっこいいね、たもちゃん。え、みんな違うの？え、違う？ググちゃんは？ググちゃんどう？私はね、なんとなくなんですよ。もう大概あるじゃない？なんとなくでバイク買ってバイク乗れるのすごいと思うよ。ねえ、あのね、多分あの高校の時に乗りたいと思ってて、最後から16になったらバイクって言ってたから、うん、ああ、そうでもうちの親が女の子はバイク乗っちゃダメって言われてたんですよ、うんうん、それでなんか高校卒業して内緒で親に内緒で免許取ってとか、なんかこそこそやってるうちにハマってしまったみたいな、うん、いや十分男前エピソードやと思うけどね。ね、私逆に20歳超えてからの、はい、バイク。へー。結構あの女性でやっぱりバイク乗ってるとか言うと、うんうん、若い時からブイブイ飛ばしてたでしょみたいなことやるんだけど、うんうん、実はもう高校時代とかバイク大嫌いで。へー。でうち男兄弟がすごい多い家族なので、うんうん、お兄ちゃんとかも乗ってたんだけど、うん、初めて乗ったのがお兄ちゃんの後ろで、うん、もうこんなバイクなんかに乗ってるもんかっていうぐらい怖かったんですよ。あーカーブとかね、うんうん、ある時一人暮らしを始めた時に、うん、どっかに行くのに原付を買いたいなと思ってから はまっちゃったんですよ。やっぱり最初から、うん、あの今ハーレー乗ってるんですけど、うんうん、ハーレーが欲しかったんですよ、うん、もう見た目的にもこういうバイクに乗りたいっていう風なイメージはあったんだけど、うん、やっぱりお金の問題だったりね、いろいろあるじゃない。でもともと原付からこうちょっとずつ物足りなくなって、もっと、あ、もっと、もっと、へぇー。じゃあ最初は車の免許の原付、車の免許より先に原付の免許取りました。へぇー。だから私バイク歴が原付、うん、50cc、
250、400、1600とかやる。一気に飛びましたね最後ね。両手上げてもダメ。楽しく進むメグトーク。会場からはこんな質問が。5年後はどうしてますか。5年後って私考えたことないんですよね。今しか考えられない。そう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 。とりあえず私リアルにこのイベントが終わったら今夜中に仕上げなきゃいけない原稿とか。おっと。もうね日々切羽詰まってる感じ。そう。今日が楽しきゃいいかな。ね。そうそうそう。あれ？お姉さんはちょっと。私なんか。もう1台ぐらい新しいのを買ってたいね。買ってたいねっていうか、なんかまたちょっと違うスタイルなハーレーをいろいろ乗り換えてみたいなっていうのは。あ、でもハーレーなんだ。へ、うんうん、あ、結婚したい。あ、それはね、選ばなきゃいつでもできると思うよ。本当、うん、でもいずれなんかやっぱりママになってもライダーみたいになってたらいいよね。そうですね。結構ね、いらっしゃいますね。私女性のライダーさんで、うん、まあ、お子さんを産んでからバイクの免許を取って、うんうん、そういうイベントとかに来られて、うん、これ息子とかで超でっかい子とか。そうだ、たまにいるいる。でお母さんかっこいいみたいな、ね、そういうのに憧れるライダーになりたいですね。欲しい人ということで、それぞれのめぐみさんがどんな人か少しは分かってもらえましたか。 CM の後はカスタムコンテスト結果発表。